廃止代替バス。廃止代替バスとは、路線バス等の公共交通機関が廃止された場合、その代替として自治体、市町村等がバス事業者に代わって運行するバス、自治体バスのことである。過疎地では、運送事業者や利用者だけでなく、行政も利用の促進を促したり、補助金により欠損補助を行ったりと、路線維持のための努力を行っている。しかし、 もともと利用者が少ないことに加え、自家用自動車の普及、道路整備、過疎化のさらなる進行などにより、路線維持はますます困難になっている。2002年2月には、道路運送法が改正され、バス事業者の路線撤退が許可制から届出制になったこと、介護保険法の制定により、介護の必要な高齢者等は介護サービス事業者の有償移動サービスに、 介保険が適用となり、利用者がシフトしたことなどが要因で、ついに事業者は路線維持を断念し、廃止を届け出るケースが増えている。さらに、2008年の原油価格の異常高騰は、バス会社に大きな打撃となり、不採算路線からの撤退を促進させる原因となった。このような経緯で、路線バスが廃止された場合、そのまま放置するか、 大体交通手段を探すことになる。しかし、不採算路線に自ら参入するバス事業者は非常に稀である。また、放置された場合、バス路線の廃止が高齢者など、マイカーを利用できない住民の移動機会を奪い、さらなる過疎化に加え地域コミュニティの崩壊など、深刻な事態に陥ることも容易に想定できる。そのため、福祉事業として市町村が自ら、 乗り合いバスを手掛ける事例が出てきている。自治体が乗り合いバス事業を始める場合、方式としては21乗バスと80乗バスの2つの方法がある。21や80という数字は該当する道路、運送法の条文によっている。一方で、廃止路線の肩代わり以外に新たにコミュニティバスを運行する自治体も増えており、 道路運送法21条や80条を根拠とする解説方法をとることがある。なお、2006年10月に道路運送法が改正され、21条バスは原則廃止4条イコール一般旅客自動車運送事業の許可に移行、80条バスは78.79条に移行し、許可制から登録制への変更が行われている。このため、以下の説明は、 平成18年10月改正前によるものである。また、路線撤退が許可制から届出制になったこと及び、認可制から登録制に変更されたため、廃止代替バス自体が自治体の歳出削減で、不採算路線を中心に廃止されたり、21条バスにおいては、新規参入バス事業者が多くなったために、廃止代替バスに名乗り出る事業者が多くなり、 場合によってはコストが安くても、サービスや安全性が、おろそかになる、質より、量減少発生することも否めない。2006年改正前の道路運送法による21条バスとは、貸し切り代替バスとも呼ばれる。市町村が、貸し切りバス事業者に、当該路線の運行を委託し、路線維持を図ろうとするものである。この第21条の除外規定を根拠に、 貸し切りバス事業者が路線バスの運行を行っている。道路運送法第21条に準拠するので21条バスと呼ばれる。2006年改正後の第21条は災害などの一時的な輸送事業を提起したものに改められ貸し切り形態の旧21条バスは4条の一般乗り合い旅客自動車運送事業、通常の路線バスの許可形態に移行した。 もしバス路線撤退の肩代わりとすれば、肩代わり先となる、貸切バス、一般貸切旅客自動車運送事業やタクシー会社、一般乗用旅客自動車運送事業などが、一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可をるか、双方とも、実例あり、市町村や特定非営利活動法人が、旧80条に相当する、改正後の第78.79条条外規定の登録を、 行って自家用バスを運行する形になる。それまで運行していたバス事業者の貸切事業部門に委託、あるいはそれまでのバス事業者の系列化の貸切バス事業者に委託されることがある。この場合、乗客から見れば従前通りのバスサービス内容となることが多い。また、それまでのバス事業者が完全に撤退した後、地元の貸切バス専業事業者やタクシー業者などに 委託されることもある。この場合は定期券、回数券などのバスサービス内容が完全に一新され。なお車両は貸切車として登録した車両を用いる。とはいえ、必ずしも貸切バスタイプの車両を用いるわけではなく、一般路線バスタイプの車両を貸切車として登録し用いることが多い。そのため、21乗バスに使われる車両には、 貸しりの記載がある。ただし、法改正で乗り合い形態に移行した車両は、一般乗り合いの表記に改められていくものと思われる。2006年改正前の道路運送法による80乗バスとは、自主運行バスとも呼ばれ、公共の福祉の一環として、公共交通を自治体自らが手掛けるものである。形としては、自家用のバスを用いて、旅客を輸送し、 運賃を収受するものである。この第80条の正し書きを根拠に、自家用自動車による路線バスの運行を行う、道路運送法第80条に準拠するので、80条バスと呼ばれる。78条の3の規定に基づくものが、廃止代帯バスに該当する、道場2の規定に基づくものは、福祉優勝運送。地方自治体。 市町村自らがバスを購入、またはリースする。自家用バスのため、ナンバープレートは、白ナンバーである。運転士は、自治体職員の中で、大型免許保有者を当てるが、需要の少ない路線等では、中型、普通免許で、運行可能な車両を当てる。例、井川地区自主運行バス。また車両管理や、運転業務を、外部委託する場合もある。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。